ムーブエアロダウンカスタムでございます。JBDET という、ターボのエンジンでございまして、タイミングチェーンのエンジンでございます。これになっております。経年劣化のあります。10年前に車屋始めた頃はこいつとこいつがクソ高すぎてですね、なんでこんなに高いんだっていうような思いがしましたが、10年も経ちましてだいぶリーズナブルになりました。アガーラ29年8月ノンターボ K6A、 こちらもタイミングチェーンです。5枚ドア、4枚あったんですよね。この右後ろにドアがないやつがあったんです。28年7月まであります。どちらも10万キロを超えておりますが、あ、こっち超えてないかもしれないですね。すいません、こっちアトムデータワゴンアルの方はなんか結構いろいろ整備をしていい状態に仕上がっております。タイヤも山が全然ありますね。まあ、ちょっとスリップサインとか出てますけども、全然まだ車検も取っちゃいますからね。このままですと165514っていう感じで、ファルケン ZEEX ZE912 2013年の35周ということで、まあ2014年に近いと。どうですか、そんなもんですか、ね、そうですね、そのぐらいで言っていいんじゃないですかね。エアロも決まってますし、当時のステッカーの状態もいいです。昔はすごいかっこいいなと思ったんですけどね。相場が、中古車屋っていうのは中古が高い、中古の相場の車はいい車に見えてきてしまうという変な病気がありますけども、フルノーマルです。いい状態です。自前のゴリラです。つきません。自前の ETC もつきません。127,700キロ台ですね。いい状態を保ってると思います。ちょっとまああの足が少し跳ねるかなって感じはありましたかね。バネがノーマルなのでショックが下手ってきてるんだと思います。肉でございますということで、雨よけあったんですけど、なんか取られちゃってます。雨漏りとか室内には入ってきませんけども、メッキミラーでございます。なかなかいい状態でございます。大きなボッコリとかもないですからね。ちょっとこの辺実家塗装点検があります。細かくこだわる人には向きませんが、10万以内で乗れると思うと安いかと思います。